遠藤に熱い視線、選球眼もあるんちゃ。遠藤とか2軍とはいえ1軍の投手から柳からとか普通に打ててるし、中野みたいにあんな選球眼悪くないよ。ちょっと中野休ませて遠藤使えやおから、盗塁もできるぞ。前もあったな、おばたがな、梅ちゃんバズーカがな、ほう完全にオワコンやないか。遠藤は打率289、出塁率399あるから選球眼もあると思う。そうそう高寺は出塁率低いのよね。でも遠藤を使い浮きないんだろうな。遠藤とか一回も上がってなくね、岡田好みじゃないんだろ。監督就任前に井上と遠藤ボロカスに言ってた中は富士チャンネルだってか。いちいち晒す必要ないんだよな。そもそも中野下げる勇気は岡田にはないやろ。